これは2018年韓国で開催された世界剣道選手権の映像です。決勝戦は日本対韓国になり、勝った方が優勝という展開になります。韓国はいつかは日本を任して世界トップを取りたいと思っており、自国で行われる今回の大会がそのチャンスだと考えたようです。しかしその方法がよくありませんでした。姑息な手ばかりを使ってくる韓国に対し、会場は大荒れ。もちろん日本チームもそんな相手に対して容赦しませんでした。周りは韓国応援団による完全なアフェルの空気の中、日本はどのような試合をしたのか、一緒に映像を見てみましょう。관중여러분응원고나소리를지르지말기바랍니다관중여러분응원고나소리를지르지마세요
いかがでしたか。同じ剣道でも日本と韓国では全然違うスポーツのようですね。武道とは相手を尊重することに重きを置くものです。日本発祥の剣道という素晴らしい文化の本質がきちんと世界中に伝わることを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてください。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。